ウイステキラ死亡事件で光本氏の声明文が出ましたその内容が本当に許せませんいろんな言い訳が書いてあるんですが一番大きいのはテキについていただいた際女性から15分以内にテキラのボトルを開ければ賞金を渡すというゲームに挑戦したいと申し出をいただきましたというふうに書いてあります皆さんこのねストーリーが信じられますか普通に考えてください若い女の子がまあ、お金持ちのね、まあ、社長さんのところについて私この瓶を1本飲んだら賞金をもらえるゲームに挑戦したいんですって言うと 思いいいますすかかそんなななわけないじゃないですか実際その場にいたわけではないのでこれは推測でしかないんですが当然三本氏側からねそういういいいい話を持ちかかけたじじゃゃなななななとそそんにらですかそれに合わせて若い女の子が断れにくいような空気にしたんじゃないかなっていうのは誰でもね推測できるんですよ。で実際いろんなツイッターにたくさん上がってますけど三本氏はこのテキーラチャレンジをいろんなところでやっていたそうなんですよ。 そういう風に、えー、たくさん飲まされたよっていう被害の声も今たくさん上がってます。これ初めてじゃないんですよ。これ何回も何回もやってるんですよ。でこの時たまたま女性からそういう風に志願してきました。まあそんなバカみたいな話が通用するわけないじゃないかと。人の命がなくなってるんですよ。なんでね謝罪できないのかということで僕はものすごく怒りに震えています。今日現在テレビなどのニュースでは一切まだこの事件について報道されてません、ね。それはねなんでかわかりますか。僕はこの時三本氏と一緒にテキーラを飲んでいた人物の名前が。 わかりました。それは某ラウンズのエスコートの女性2名と社会的に影響力のある企業家でした。その企業家たちはまあ上場だったりいろんな絡みがあるんでもう、まあ、絶対に公にされてはいけないんでしょう。ありとあらゆる汚い大人たちの力が圧力をかけてテレビなどで報道されないように規制されているとしか僕には思えません。しかし今回の件もうまさに完全犯罪一歩手前というか闇に葬られそうになっていた時にツイッターの有志たちが事態を明るみに にしてそこで三本氏が取った行動 デイリー新潮への取材でした僕がこの三本氏の言い訳が、まあ、これは推測ですけどね作られたストーリーであるとある意味僕の中で確信に変わった出来事でした人から聞いた話なんですがこの「デイリー新潮は三本氏関連の息がかかった記者にですね三本氏が事前に書かせたとどこのメディアよりも先に書いて出したんじゃないかっていうふうに言われていますで実際ですねこの記事の内容を見るともう完全にね三本氏側のね擁護なんですよ。 実は僕も新潮社に今訴訟をしています僕の訴訟については新潮にでっちあいけの記事を書かれたので日刊現代そして新潮と2社に訴訟しています来年にはですねこのチャンネルでもその全貌を取り上げる新潮社の闇を暴く動画を出すことになると思いますその新潮がですね忖度をして書いた記事だと僕はこの記事の内容を見ても確信していますで具体的にね、まあ、どういうところを、ね、新潮の記者に書かしたかというとですね3点あるんですまずはつしは三ボトルに触っていないな そして女性から志願したもうここ必要に言ってますねそして自己責任の確認大丈夫かと確認したっていうことを言ってるんですねこの3点をねさりげなく記事の中で既成事実のように入れてるんですよでなんでこれ入れるかっていうと実はこの3点が強要罪で刑事事件として立件されるかされないかの大きなポイントなんですなので三本氏側は刑事事件にならないように事前に息のかかった新庁舎の記者に記事を書かせて先行的に この事件の内容を拡散したというふうに、僕は人づてに聞いています。このタイミングで新潮の記事が先行で出ること自体が、まあ確かに不自然ですし。この内容を見ると、まあ僕はね、もう疑惑なんて、これほぼ確信なんじゃないかなと思います。まあ、ここで言っていいのかわかんないんで、まあ軽く触れますけど、僕はね、実際そういう新潮の闇を持っても、それぐらいね。え、新潮っていうのは、僕の中では全く信用力のないメディアなんですよね。今回、人の命ですよ。人の命がかかってるのに。こんな情報が先行して公開されて、ここに正義なんてあるんですか。 っていう話なんですよ しかし、えー、本日十二月十二日に週刊文春から記事が出ましたこれ皆さんね週刊文春の記事と新潮の記事ものすごい温度差大きな差があると思いませんかこれ両方の記事ネットで探して読んでみてくださいもう全然違うじゃないですかで僕は文春の方が明らかに正しいと思っていますでそこには友人たちの声で亡くなった女性が志願するなんて信じられないって言ってるんですねでも当然じゃないですかそんな風にね志願をしていきなりね敵がチャレンジしたいですっていうねやついると思いますか僕もねいろんな その時飲みに行きましたけど、一人も出会ったこと当然あります。そんな話聞いたこともないですよ。本当にもう心が痛いんですけど、その亡くなった女性はダンボール箱に頭を突っ込んで倒れていたそうなんです。 もうそれを想像しただけで何とも言葉にならないんですこの三本さんのテキーラチャレンジはどこでもねやっぱ有名だったっていうことに書いてあります乗客なので断れない空気ビビってる子たちもね結構いたってことがね書いてありますそしてこれがね全てだと思うんですけどこの女性が亡くなった6日後にテキーラボトル2本あげてるんですよ亡くなったあと1週間も経たないうちにねテキーラ飲みますかどんな気持ちで飲んだんだよ本当に。 この亡くなった方の父親何でこういう風に亡くなってしまったのか純粋にね真実が知りたいっていう風に言ってます僕も本当にそううだと思うんですよただ今の光本氏の弁解ではもうまるでねこの女性が自ら志願して自ら死んだかのように言われてるんですよ。ここんなことね許せますか 三つ戻しの弁解を見て僕は言葉が出なかったですまるで自分で死んでいったかのようなね死人の口なしっていうか何も言わないのかもしれないけどそんな言い方ってありますかもう自分の身が可愛いの分かったんですけど人の命がね、かかってるんですよ反省してるも何もその明確にもできるよ日本開けてんじゃねえかって話なんですよそしてその三つ戻しに取り巻く汚い大人たちものすごく忖度してますよねこれ自体がね、テレビでも報道されないんですよ こんなの普通のね民間の人がやったら一発でワイドショーに面白おかしく取り上げられますよねでも今回は死因も隠蔽してそして事実も隠蔽してそして情報操作すらされてこれが皆さん上級国民汚い大人たちのやり方なんですよ僕はねこんなの絶対許さないんです水元氏と、ね、同席していたね実業家の方もそうですよお前たちさ人の命なんだと思ってるんだとだからこそ今言いたいと思います今回は人は本当に死んでますそこで上級国民汚い大人たちが いろんな汚い力を使って、もみ消そうとしてるんですよ。真実をね、歪めようとしてるんですよ。こんなね、腐った社会、ありますか人の命って何だと思ってるんだと。人の人生何だと思ってるんだよ。みんなのね、人生を何だと思ってるんだよ。 本当僕たちの人生ってね上級国民どものねおもちゃじゃないんですよ今僕はこうして発信してやっと、えー、自分の言いたいことが言えるようになりましただからこそ今言います今のままだったら自分で女の子が死んでいったと言わんばかりじゃないですかそういうふうに上級国民汚い人たちが情報操作隠蔽してそこにね真実なんてないんですもう闇しかない本当の真実は僕は別にあると思っていますそして亡くなった女の子や家族の気持ちを思うと胸が本当に苦しいですせせめめてて家族の望み通りもうせめて 真真実を真実ををかしてあげたいですそれがね僕たちにできることなんじゃないでしょうかこういうふうに人の命がなくなっているのに上級国民だから許されるよくありますよね池袋暴走事故もそうおかしいじゃないかともういいか減にしろって話なんですよ今回少なくともこの女の子のお父さん亡くなってしまったけど天国に行くんではなくて一心同体だからその女の子の上までいっぱい笑わなきゃなって言ってるんです。そんな人たちちの気持ちをね 金の力汚い大人たちの力で踏みにじってもみ消そうなんて許されると思いますかこの動画を見てくれた皆さんどうかこの問題について考えてほしいですそして僕たちの知らないところでこういうふうに上級国民たちが自分たちに都合の悪いことをもみ消してそして苦しんでいる人たちがいるこれがね日本社会の実態なんですよこれは日本社会の闇なんです僕はこの家族のことを思うとう黙ってはいられません今こうして発信できてるから言います これは世の中のタブーかもしれない上級国民のことをたぶかもしれないから、まあ、誰も切り込めないんですよ、ね、だったら僕がやりますよ僕しかできないんだったら僕がやります決して皆さんこの事件を風化させてはいけません。 そこに真実なんんてありません少なくともこの事件が今現時点で、まあ、ここまで明るみに出たのはツイッターの皆さんのおかげですこの事件に対して共感してくれている皆さんこれが国民感情の集約だと思っています皆さんも同じ気持ちなんじゃないかなと思っていますこの事件最後どうなるか分かりませんただせめて今みたいに三つ本氏そして新潮社みたいなメディアが主張している女の子が志願をしたまるで自分から死に行ったようなそんなことが認められては いきません三本氏には必ず自分のを認めてて謝罪してほしほいですそうすることが亡くなった女の子そして家族のせめてもの救いになるんじゃないかなと思っていますこれが社会に潜む本当の悪ですどうかこれを見ている皆さんこの亡くなった女の子もう本当に本当にね繰り返し最後になるんですけど亡くなった後も自ら死亡したなんかねそんな言い,い方をされて僕は報われないと思います。 これを見てみなさん、えー、お願いなんですがどうかねこの事件で亡くなった女の子に、まあ、少しでいいので、えー、黙祷を捧げてあげてくださいどうか、えー、よろしくお願いします最後まで見てくれてありがとうございました <music>